ヘルム・トライマンはドイツの軍人、ベルリンの戦いにおける防衛戦を戦った指揮官の一人である。1892年11月24日、ノイシュタット・イ・オーバーシュレージエンに生まれる。第1次世界大戦に従軍し、2級鉄十字賞、1級鉄十字賞を受賞。第2次世界大戦改戦後は第205不評連隊長を務めていたときに、 ドイツ十字金賞を授与された。1942年10月1日から1943年10月1日まで、中将であったライマンは、ロシア北方で、北方軍集団所属の第212不評師団の師団長を務めていた。1943年11月1日から1944年4月1日の間、北方軍集団配下の、 第18軍所属第27軍団の第13空軍野戦士団の師団長へ移動した。師団には第25空軍不評連隊、第26空軍不評連隊、第13空軍砲兵連隊が所属していた。第13空軍野戦士団は、レニングラードからの撤退戦で大きな損害を被り、オストルフまで退却した。この時、騎士十字章を授与された。 1944年4月1日から1944年11月18日の間、東部戦線で第11不評師団の師団長を務めた。10月、師団はクールラントポケットで知られているラトビアのクールラントで包囲されていたが、この間に白洋付騎士十字章を授与されている。後に、ライマンはゲルハルトファイヤーアベント中将と交代、ドイツへ帰国した。 1945年3月6日、ライマンは陸軍人事局長、ビルヘルム・ブルクドルフからの電話を受け、ドレスデンの防衛を命令されたが、ライマンは嘲笑した。再び、ブルクドルフから連絡が来ると、ライマンはドイツ総統、アドルフ・ヒトラーがライマンをベルリン防衛軍司令官に任命するよう命令を下したと伝えられた。本来、マックス・ペムゼル中将が任命される予定であったが、 悪天候で飛行機が到着しなかったため任命されず、後にベンゼルは任命されなかったことを神に感謝したと言う。ライマンはブルーノ・リッターホン・ハウエン・シルトと交代して切迫したベルリン防衛を担当することとなった。ベルリンに到着したライマンは全民のハウエン・シルトが何も行っていなかったこと。また、ヒトラーとヨーゼフ・ゲッペルスが敗北主義者の即時処刑命令を出していることを知った。 子供や老人など市民の避難計画もなく、包囲された際に必要となる食料も用意されて、この多くの問題を抱えた状況で、ライマンは仕事に取り掛からねばならなかった。ライマンはベルリンにつながる橋の破壊に反対したが、それは橋を破壊することによって、ソビエト赤軍の進撃を多少遅らせることよりも、そのことによって、 ベルリンの都市基盤を破壊してしまうことを危惧したからであった。橋の破壊はベルリンに食料不足をもたらしヨーロッパ有数の大都市という地位を失わせる結果となるというのが彼の意見であった。しかしライマンに与えられた兵力は少なく4月23日の時点で約9万人に過ぎなかった。しかもその多くは経験不足で訓練も 不十分な舞台であった。伝えられているところでは、ライマンはヒトラーに、ベルリンの未成年者を包囲前に脱出させるよう、進言したが、ヒトラーに拒絶されたという。4月15日、ライマンは、ヒトラーが命令した、焦土作戦に内密で反対行動をとっていた、アルベルト・シュペイヤとバイクセル軍、集団司令官ゴッドハルト・ハインリツイラと会見した。ライマンはシュペイヤに同調することは、 拒否したが、ベルリンが破壊される前に、ハインリツと会うことは約束した。ハインリツイも、焦土作戦に反対であった。残豪内で確認作業を行うライマン中将。4月21日までに、武装できる男性は、ベルリンに留まるべしという命令が出され、ゲッペルスの指揮下に、国民突撃兵が編成された。ベルリン防衛軍司令官として、ライマンだけが、 その命令を免除することができた。ナチス幹部の一部は、ベルリン脱出の許可を求めて、ライマンの元を訪れたが、ライマンは彼らを、クーリ空論の戦士と表して、2000通以上の許可証に署名した。ライマンの参謀長、ハンスレフヨースは、ネズミは沈み行く船から逃げていくと述べた。この頃、ライマンが、相当地下壕内のゲッペルスの部屋の隣に司令部を置くことを拒否したため、 ゲッペルスはライマンに反感を持つようになっていた。そして、ゲッペルスは同じく彼に反感を持っていたブルクドルフと共に、ライマンは防衛司令官として不適格であるとヒトラーに吹き込んでいた。4月22日、ライマンは敗北主義者としてベルリン防衛軍司令官を解任され、後任にはエルンストケーター少将が任命された。エルンストケテルは、 ヒトラー暗殺未遂事件以降に任命された政治将校であった。しかしケテルがその任務を受けなかったため、同日改めてエーリッヒ・ベイレンフェンガー少将がヒトラー代理としてベルリン防衛軍の指揮を取ることになった。このことはベルリンにソビエト赤軍が侵入し始めた時、ベルリンの防衛を管理していたのはヒトラーであったということを示している。しかし、4月23日、 ヒトラーはまた考えを改め、ヘルムート・バイトリングがベルリン防衛を担うこととなる。バイトリングはベルリン降伏まで戦い、ベルリン防衛軍最後の司令官となった。ベルリン防衛軍司令官を解任されたライマンは、ポツダムの弱小師団の司令官へ左遷となった。師団は、シュプレー軍集団という戦力に見合わない名称を付けられていた。ライマン率いるシュプレー軍集団は、 ベルリン最後の希望第12軍のベルリン救援作戦において、ベルリン手前のポツダムまで、第12軍が進撃したとき、潜在的な役割を果たした。シュプレー軍集団の約2万の将兵は、第12軍が作ったベルリン包囲網の隙間を使って、脱出することができた。AB 高橋警視、ゾクラストオブカンプフグルッペ P286、ABCD 高橋警視。 クラストオブカンプフグルッペ P287、高橋啓ゾクラストオブカンプフグルッペ P294、本来は、師団長であるが、軍集団であるため、司令官とする。ありがとうございます。